ハローボー収納ボックスドドーン。僕はこれを2個買いました。今まではこの防音室の部屋を見せなければバレなかったのに、これのせいで、え、この子何、この子好きなの、可愛いって言われた瞬間、もう僕は終わりです、友達に。リア友に多分一部はバレてるけど黙ってくれてる。両親、兄弟、両親にはもうバレてる。両親になんでバレたかっていうと、僕って3D じゃないですか、初期から。で、決定的に言われた瞬間があって、僕が学校から帰ってきた後に僕は行ってたんですよ、オフィスに。で、その時に自宅でもできるように、じゃあこれあげるよって、これ使いなって言われて、バイブの、クソデカなやつを、お借りしてたんですね。お家でもできるようにって、機材を。どんな機材かっていうと、簡単に言えば、バンドマンとか使う、なんか、マイクのやつに上にセンサーをつけて、それを周りに4箇所つけて、四角に囲ってやるみたいな。で、当時のバイブってクソデカくて、その機材たちをいっぱい持って帰ってきたら、まずそこで不審がられて、で、え、何やってるのあんたみたいなこと言われてたら、え、あ、悪いことはしてない。え、何をしてるの？じゃあ、悪いことじゃないなら言えるよね。あ、あ、VTuber？ もう言い訳が無理だった。VTuber？ もう無理だったね。もう僕、ママには逆らえないからさ、白状した。しかも僕もう本当に下手だからさ、嘘つくの、もうダメなんだよね。って。え、かわいいじゃん。え、これ動くのすごいって言って。そう、でもお母さん VTuber なんて知らなかったから、説明をしましたよ、ちょっと。あ、だからなんかこの子のこのグッズがなんかちらほらあるんだね、部屋にって言われて、あ、もうそうだよ、それ気になるよね、わかる、そうだよね、ママって。うん、ママにバレました。こうやって最近怪しいなって思ったんですよって言われたよ。うん、それでバレないと思ってたからね、僕は。全然バレるが、なんでだろうね、なんか強気だったんだよ。いらっしゃいませ、こちらのレジでございます。27番ください、ペンか。